こんにちは、ダイスです。今回はポケモンスカーレットの環境整備を進めて歴代の御三家を入手しに行こうと思います。現在だと今2箇所が終わっていて2箇所残っている状態です。一応ですね、上から BB の支援をしているので、次がキャニオンエリアです。はい、でちょうどですね 305BP あるので、5BP だけ残して環境整備に全部使っちゃいましょう。めちゃくちゃ使いますね。電話来た。もう3回目ですよ、丸井さん。もうちょっとさ、安くならないものですかね。え、難しいですか。そんなに必要ですか、 BP。 もうちょっと集めるのにお手伝いいただいたらもっと早いんですけど、ダメでしたかね。あ、でもニャミーちゃんが出るんですね。それは嬉しいので、まあいいことにしましょう。はい、ということでキャニオンエリアで出会えるポケモンが増えました。早速行きましょう。ニャミーちゃん出るって、サンムーン、ウルトラサンムーンの時に一緒だったニャミーちゃん、もうかなり嬉しいですね。とりあえずテラリウムドームに移動して探しに行きましょう。ニャミーの他に何がいるんだろう。多分ね、5、6匹いるはずになるんですけど、キャニオン、ちょっと移動しちゃいますね。そう、今ね、ちょうどキャンペーン中、キャンペーン中の時にね、ちょうど撮ってるんですよね。キャニオンスクエアでいいかな。でもなんか中央っぽいとこにいそうな感じはしますよね。スクエア、行きましょう。水タイプがいるんだったら、まあ水辺あたりだし、ニャビーでも、炎なんだけどな。この辺似てる？ちょっとわかんないので、とりあえず周り見て探してみたいと思います。あ、なんかちっこいのいる。あ、待って、ナエトリいるよ。速攻見つけた。いるじゃん、ナエトルちゃん。え、待って待って、クイックボール私今ないかもしれない。ないね。一回逃げます。いなくならないかな。え、でもこの辺に出るって分かったら相当近いところに出るんじゃないですか、これ。もしかしたら、もしかしたら。そんなことないのかな。ちょっと変えましょう。お金ないんだけどね相変わらず安定にお金はないんですけど、とりあえず買わないといけないので、買わないといけない使命感ですね。10個、いや20個買っとくか。お金ないんですよね最近。相当ね、いろんなの買っちゃってるので少なくなってきちゃいました。はい、ではさっきのとこにね戻って、もう一回ね、すぐ出会えればいいんですけど、一回離れちゃったんで、すぐはいないかもしれないけど、でもね、この辺で出るの分かったので、多分近くでねまた出てくれると思うんですよね。なのでちょっといろいろ回りながらまたね探そうと思います。あれ、エリケット、ナエトル、あ、いた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 。やっぱり同じとこ出ますね。よかったー、ナエトル、かわいいね。クイックボール20個あれば5、6種類だったらいけそうじゃないですか。あ、買ってきてよかった。これは買ってきてよかった。はい、ってことでまずは1体目、ナエトル。土でできた背中の甲羅を触ってほどよく湿っていたら、そのナエトルはとっても元気。ってことはちょっとね、湿ってないと元気がないから、湿らせてあげないといけないってことだね。いや、結構良き感じにすぐ見つかったんですが、他の子はどこでしょう。ちょっとね、いろいろ探してみたいと思います。とりあえず下側行ってみようかな。水辺になんかいるかもしれないので探してみましょう。ないかな。ちょっと見当たらないね。水辺とかはいないのかな。いた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 。え、待って待って、大きくない？この子、ジェニガメだ。え、ちょっと大きくないですか。え、大きくない？あ、
キャニオンエリアでポケモンの撮影をしようが終わった見てなかったです。見てなかったけどなんか出ましたね。でっかくはないのか、これでサイズ感大きいのかと思ったんですけど、マークなかったですね。入れ、一発で来るんだ。よし、2体目。ちょっと順調じゃない、今回順調じゃない。これ後ろにももう1体いましたよね。最近ね、最強カメックスあったんで持ってるって方も多いのかもしれないですけど、私持ってなかったです。卵ね、産ませてなかったんですよね。生まれた後背中が膨らんで硬い甲羅ができる。え、口から強力な泡を出す。ゼニガメを迎え入れました。カメールはなぜかいる。なんで、え、ここゼニガメ宝庫じゃないですか。オス、あれね、まだいるんだけど、え、めっちゃいる。オス、ここ何体も出ますね。え、めちゃくちゃいるじゃないですか、ゼニガメさん。あ、おっきい子だ。え、さっきの子おっきくないの。証持ってるゼニガメに会えたら一番良かったんですけどね。ちょっとね、そういう子は今出てはいなかったので、とりあえず探しに行くのをね、進めていこうと思います。結構近場にいるのかも。いた、ポカポだ。ほら、ハテナになってる。かわいい、かわいい。ハテナしてかわいすぎるでしょ。テラスタルして野生のポケモンを倒そうはちょっとね、今出たんですけど、やらないですよ。さすがにね、入手しに来てるのでね。あ、そういえばあれですね、最強炎武王とかも今度来るのかな。欲しい。一発で入らなかった。どうしよう、一回逃げてもう一回クイックにした方が良さそうな感じがします。三家系ね、前にやった時にね、入手率が悪かったんですよね。なのでちょっとね、時間もかかっちゃうから、クイックに今回はしていきますね。入るかな。おお、ポカプそんなにあれ、入りたくない。3度目の正直、2度あることは3度あるもあるんですけど、ちょっと挑戦しましょう。持ってないからっていう可能性もありますよね。え、でクイックボール20個でよかったのかな。もうちょっと必要。あ、来た来た、クリティカル、よかった。これで3体目ポカブ。まだね、進化させてないので、今度ね、進化はね、させていこうと思うんですけど、とりあえずね、図鑑ですね。火蓋ポケモンです。ポカブ、見かけによらず身軽な動きで敵を翻弄。左右の鼻の穴から火の玉を連射する。穴からね、あの鼻の穴から鼻の穴から連射する。この辺全くないんですよね。いないんですよ。でもなんか近くに何体かいるのかなって思ったんだけど、ここ1体だけでしたね。で、本当に近場にいましたね。ゼニガメからポカブ見つけるのも近いし、ここにもゼニガメ出てますし、ほらね、近くに出るんだね。まだいそうな感じがするので、もうちょっと探してみましょう。水系なのかな。あとニャビーがいるって言ってたので、ニャビーちゃんを探したいですよね。せっかくなんで、ニャビー、さすがにこれだけ御三家系多いと違うとこかな。ね、ちょっと探しに行ってみます。まあ、エリアもね、広いし、上下があるので、いろんなところをね、見ていけばいるのでは。大量発生ブービーのところなんだけどまあいいか、大量発生の中には出なさそうな感じがするので、ちょっとね、移動します。ちなみになんか分かりやすくいるかな。証持ったりすると、私はね、こう、あ、証のね、マークありましたね。こんな感じでね、証マークがつく子がいるようになっているので、何体かいたら証を持っている子で入手したいなとは思います。でもニャビーちゃんはいないですね。この辺じゃない、もしかして。あ、ドーブルもなんか証持ってる。なんだろうね、なんだろう、気になりますよね、証持ちの子を発見すると。
周辺をねもうちょっと探索していきたいと思います。上側とかかな。いないかな。お三家系でニャビーだと岩のとこにいるか草のとこにいるかなイメージではあるんですけど、ちっちゃいからねちょっと見逃さないように探していこうと思います。お、ここにもいたポカブ。この辺ポカブエリアなのかもしれないですね。ここにもいる。でもするとニャビーちゃんはなんか違うとこにいそうな気がします。え、キモリ見つけました。一番高いとこだね。待って待って、キモリ、へえ、高いとこにいるんだ。あ、出ちゃった。化石ポケモンとかが出るあの高台のところに今来てたんですけど、ここでね発見しました。ちょっと時間かかっちゃうので一度逃げてクイック系にまた移行してやっていきましょう。お腹のピンクかわいいな。キモリ、すごいね、入ってくれない。がむしゃら入ってくれないですね。本当はクイックキャッチをサクッとしたいんですけど、相性悪いのかな。3回目、今までだと3回目でも結構入ってくれることが多いです。入らないね。じゃあもうしょうがないからこのままなんとかしましょう。ちょっとね寝てくれるっていうのがないのでやりづらいんですけど、どうしようかな。このままやるのとクイックをずっと頑張るのとどっちがいいんだろう。やっぱこれもクイックかな。サクッとね寝てもらいたいんですよ。奥にもいるね、もう一匹。ここはじゃあキモリゾーンなのかもしれないです。キモリが多めなところになってそう。ってことはニャビーちゃんは違うところ。いや入らない。え、違う子にする。奥にもいるのはいるのは見えているけれど、そんな入らない。ちょっと続けてみますね。20個じゃ足りなかったかな、もしかして。はい、4回目クイック。うわ、ダメだね。こんな入らないの。リーフストーム避けてくれてる、ありがとう。もう一回やりましょう。ダメだったら奥の子にターゲット変えた方がいいのかな。でもせっかく見つけたので1体目のこの子を取りたいですよね。頑張れクイックボール、頑張れ。あ、ダメなの、結構回ってたよ。だいぶ回るんですけどね。レベル高いからかな。奥にもいるのは見えてるけど、やっぱり最初の子がいいですよね、せっかくだし。あと8個になっちゃう。頑張って入ってくれ、お願いします。あ、やっと来た。5回目でしたね。だいぶ長かったです。これで初ゲットかな。キモリです。足の裏の小さなトゲが壁や天井に引っかかるので逆さまになっても落ちない。あ、それで上がってきてるっていうことなのかな。手持ちで入りました。最強樹海レイドとか言ってみたいですよね。いた。普通にいる。なんかね、ナエトルもいるんですけど、ヤビーちゃん、ヤビーちゃん、やっと見つけた。かわいい。あ、一発ですね。なんかね、ニャビーのいる位置がちょっとよく分かんなかったです。エリア分かれてんのかなと思ったんですけど、
岩場にいましたよ私の場合。草っぽいとこなイメージだったんだけどな。はい、ということで炎タイプのニャビちゃんです。しつこく付きまとわれると心を開かなくなる。懐いてきても過剰なスキンシップは禁物。構わないで、近くにいてもいいから構わないで。ほんとなんか猫さんですよね。はい、発見しました、ハリーマロン。これが6匹目ですね。多分5、6匹だと思ってたんですけど、6匹ちゃんといました。ハリーマロンに関してはブリガロンをね作った時に卵産みしたので、私もねもう乳歯を掘ってるんですけど、野生で出てくるようになってくれて嬉しいです。もう御三家もですね大量発生で出てくることがあるので、その状態だったら色違いの厳選もできますもんね。ということでハリマロンです。頭突きを当てる寸前、力を込めると頭の時が鋭く とんがって敵の体を釣り抜く頭突きなんだ。でもね今1体しかいないんですよ。なんで数少ないのかもしれない。今中に来てる状態なんですけど、もしかしたら数とか少ないのかな。一応これでキャニオンエリアの御三家6体の入手は完了しました。でまだ終わってないのがポーラーエリアで、 BP がですね全然ないので、はい、65なので、またね集めてやっていこうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!